はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気にサカツクやっていきましょう。ということで本日何をやっていくかというとですね、こちらの戦術別ガチャで獲得した5名の選手をごとつして、使用感を確かめてきましたので、その5名の選手をランキング形式で発表していきたいなというふうに思います。それでは行きましょう。はい、ということで、今回ですね、こちらの戦術別ガチャ、かなり回しました。はい、その結果ですね、アセンシオ、バラン、ジョタ、そしてポゼッションは回してなくてサビッチ、カラスコの5名をごとつして使用をしていきました。でもう実際にスキルとかもいろいろ付け替えて、これかなっていう感じで付けていって、あとは動きを確認していって、それぞれのまあ、なんでしょうね、あ、良かったなっていう点だったりとか、いや逆においおいと思うような点、メリットデメリットっていうのもはっきり見えてきましたので、そこを踏まえてですね、ランキング、まあ作って良かったな、こいつすごいぞランキング5を出したいなというふうに思います。で、私の勝手な事情でございますが、実はこれテイク2です。結構ですね、細かくいろいろと数値のことだったりとか、丸々話して20分30分ぐらいですかね、話して、編集しようかなと思ったところ、なぜか、まあ、その動画ファイルが故障してしまいまして、使えなくなって、もう一からですね今取り直しているというところになっておりますので、ちょっとテンションは低めになっておりますが、ご了承ください。はい、では第5位からいきましょう。はい、第5位はこちらです。第5位は、はい、サビッチですね。はい、ステファン・サビッチ選手、アトレティコ・マドリード染めで使える選手で、作っていきました。ここに関しては、まあ最初にですね計算した数値上、ペペが、スタメン張ってたんですけども、ペペとサビッチだとお互いの数値差はそこまでありません。ただ自明の監督が、持っている監督コンボのバフ、80% のバフが当てはまる場所の合計が、サビッチの方が高かったので、シンプルにサビッチの方が総合値が上がる、さらには自明の監督の恩恵をより受けられる、さらには CA マドリードの 2% 全員にかかってくるという、バフですね、監督コンボのバフがさらに付け加えられるというところ、まあ、初心者さんのためにちょっと解説をさせていただくと、ここですね、シュート、ドリブル、タックル、マークが全選手がさらに 80% 強化、さらにアトレティコマドリーの選手1人当たり 2% ずつ増えていくという、ここですね、ここの 2% も取れるというところでアトレティコマドリード染めもできると、まあ両方から考えて、さらには、サネッティじゃなかった、ごめんなさい、サビッチに関して言うとクリーンファイターというところで、ファールしにくくてディフェンスが中アップで、ペペに関して言うとここもすごくそっくりで、フィジカルスターも同じなんですけど、ここですね、暴れ馬、まあ、ファールしやすいかしにくいかというところで、当然しにくい方がいいのでクリーンファイターの方がいいと、まあ、ディフェンス能力アップ、大アップっていうところが、中アップのサビッチよりもペペの方が自身にかかるバフは大きくなるんですけども、まあ差しを引いてもやはり安心感というところではサビッチかなというところで作っていきました。はい、実際作ってですね、見てください、数値ドン、はい、24万4000から24万6000ということで、まあ、アクセサリーの数値差もありますが、はい、サビッチですね、未だまだ、ここですね、2つ乗ってきますので、そう考えたら、まあ、約2500、3000近く、サビッチの方が数値が伸びるという感じですね、チーム総合値は。ジメノの監督の場合ですけどもね。はい、というところで、まあ、数値的にも満足と、そして試合を見ていった感じだと、いいですね、サビッチ。何がいいかって、まあ、この初期でデストロイタックルとテクニカルマークを持っているんですね。センターバックにもかかわらず、まあ、タックルとマークを、最初から2つ持ってるということもあって、当然この選手自身がタックルとマークの使い分けを非常にうまくやってくれるなというところを実際に感じてます。というところでエースのマークもつけてという感じで見ていきました。まあ、思った以上
常に安定感を保ってくれているので、サビッチ非常に満足しています。はい、ということでサビッチが第5位ですね。はい、では作ってよかった第4位いきたいと思います。はい、第4位はこちら。はい、バランですね。ラファエル・バラン。バランはですね、当初イエロがいてラモスがいてといううちのレアルマドリードの中ではディフェンスリーダーだらけなので作る予定はありませんでしたが、まあ、バランがですね、たくさん出てくれたので、まあ、作ってみようかなというところで作ってみました。するとですね、まあ、ラモスから先発を奪うことはないかなと思っていましたが、まず数値から見てください。まあ、数値もですね、作る前に計算したところ、ベルゴスケに当てはまるのはラモスよりもバラン、イエローよりもバラン。実はこの3人、イエロー、ラモス、バランだったら、ベルゴスケに一番当てはまるステータスぶりがされているのがバランなんですね。まあ、そういうこともあって、上回るかなと思っていましたが、やはり上回りましたね。まあ、400程度ですけども上回っています。はい、で、バランに関して言うと非常にいいです。はい、動きも非常に良くて、まあ、ラモスとの大きな差としては一つぐらいです。この暴れ馬っていうところがさっきのペペと同じようにですね、こっちのバランは、クリーンファイターですね。これも本当綺麗に、なんかあれですね、少しデバフをつけた選手を前に出しておいて、それを上回るクリーンファイターでちょっとガチャ引いても交代できるでしょうみたいな感じなんですかね。はい、ということで、まあ、ここもですね、さっきのペペと同じように少し安心感という精神安定剤にはなってるかなというふうに思います。はい、ただ動きとしてはマケレレ・マリキータスとの、非常に連携がいいのかなというのはバランは感じてます。ラモスを入れるとですね、もうラモスも大活躍なんですけど、まあ、全然ラモスでも十分なんです。まあ、本当誤差でしかないです。ただなんかマケレレとマリキータスの、補助をしてくれてるっていう感じがすごく、だからディフェンスリーダーというよりかはラモスよりかはカバーリング的な動きをしてくれてる気がしますね。まあ、あくまでも、試合感感じた、感想ですね。はい、ということでラモスからなんと先発をバランが奪ったという感じになっています。ちなみに言うと最も数値を上げようと思うとこうなります。イエローが外れる感じですね。これが一番総合値は高くなります。イエローはですね、ベルゴスケにバフがかかってないところで言うとパスっていうところが高いんですね。はい、ここですね、パス AA を持っているのでその分やはり、80%、まあ、特にこのレアルマドリード染めは10人染めているので約 100% のバフがかかってくるっていうところで、やはりここの差がある、大きいかなというふうに思いますね。ただしイエローに関しては、唯一無二ですね、キャプテンバフを持っているのでこれは外せないなというところで、まあ、イエローは残しているという感じです。ということで、バラン作ってよかったなと本当に思っています。第4位がバランですね。はい。そして、第3位です。はい、意外な選手が来ました。第3位、こちら、マルコ・アセンシオですね。意外ですね。はい、マルコ・アセンシオは作る前のガチャの前の考察の時で、マルコ・アセンシオが一番の大当たりですよと、まあ、カットイン系統が珍しいということ、それから、まあ、ジョーカーでセバードリブルっていうところ、あとは、右のウィングができる、そしてミッドフィルダーもできるというところで、これでですね、他の戦術にも使っていけると。特にですね、このアセンシオ、まあ、あれです、アーセナル染めですね、アーセナル染めのウィディアンのところとか、メッシのところの交代要員としてもジョーカーとして使っていくことができる。あとはですね、サイドアタック戦術のジョーカーっていうのがめちゃめちゃ珍しいんですよね。なんでそういう意味で一番の大当たりはマルコ・アセンシオということでお伝えしていましたがですね、まあどうやらこうやらなかなか厳しいですね。まず第3位なので当然作ってよかったですし、作って強いなとも感じてますが、あれこれジョーカー何不具合で発動してないのと思うぐらい他のジョーカーと比べるとそこまで目立った爆発的な活躍をしてくれないんですね。いろいろ試しました。いろいろ試して今ではこのエッチングマークをつけてやってますけども、いろいろ試した結果ですね、結論、おそらくこのマルコ・アセンシオを作った時のステータスぶりとこのプレイスタイルが合ってないと
個人的に思っています。まあ、これも本当に個人の見解ですね。まあ、あの生配信を見れば運営さんがちゃんと選手の動きを確認してないことはもう一目瞭然。選手を作ってどんな動きをするか、この選手にこのプレースタイルをつけてこのステータスブレをすればどれぐらい活躍するか、まあ検証してないでしょうね。なんか、してる風にしてますけど、まあやってないでしょうというところで、このカットイン系統っていうのはもうフィーゴの時からもそうですけど、名前の通りやはりドリブルで切り裂いて中にカットインしていくんですよ。で最後まで持っていくんですよね。フィーゴを出た時からずっと言ってますけど、このカットイン系統っていうのは本当に持ちすぎっていうぐらいしっかりとドリブルをしてくれます。でなのにマルコアセンシオに関して言うとパス数値がめちゃめちゃ高い、そしてパス数値がシュート数値を上回っているんですよね。でこれってシンプルにシュートよりもパスの数値が高いっていうことは、これ他のポジションの選手にも言えますけど、当然パス主体の動きになると思うんですよ。総合値、まあ、このステータスを考えた時に自分の数値が高い順にプレーの基準を AI が選んでいくようにおそらくなってると思うんですよね。ってなった時にやはりこのマルコア選手を優先はドリブルパスなんですよ。でジョーカーなんでドリブルパスでってなってくると当然切り裂いてってそのチャンスメイクはできます。だから中の選手のアシストっていうところではアセンシオ結構頑張ってくれるんですけど、打ってほしいなっていうところで打ってくれない。やっぱここはやっぱシュートの数値が低くてパスの数値が高いっていうところ、シュートの数値が低くてそこが微妙だなと思ってる方多かったと思うんですけど、いやいやジョーカーあるんで別にカバーできると思ってました。ただその動きの選択っていうところでアセンシオの動きはゴールに直結する動きが少ないっていうのを個人的には感じています。まあそういう意味でシュート系ドリブル系からこっちのエッジングマークに切り替えたことで逆にもう相手をバンバン削っていく、めちゃくちゃ発動するんでっていうところで、さらに一定時間マークタックルダイアップって書いてありますけど、あの意外とアクセサリーとかでこれタックル580上げたりとか、まあいろいろ工夫して今いろんなことを試してますアセンシオで。あとやってみたいことが2つありますので、そのアセンシオに関してはその2つをやった結果、まあこれが最強のアセンシオだなっていうのが見つかったら、まあそれでまあ最強のアセンシオっていうのをまたメンバーシップとかで動画上げたいなというふうに思っています。はい、ということで第3位はアセンシオ。ただ勘違いしないでください、十分強いです、十分強いんですけど期待が大きかっただけにっていうところはあるかなというふうに思います。はい、でうちはですねこのアセンションに関してはこちらのベルゴスケでも使ってますし、こちらのアーセナル染めのウィリアンの後半の交代要因としても、使っています。なので、まあ、試合感としては結構見ていってはいますが、まあ、今言ったみたいに動きっていうところにちょっと個人的には、プレーの選ぶ選択肢があまり好きじゃないかなこのジョーカーはっていうところはちょっとありますね。はい、ということで第2位に行きましょう。第2位は、はい、こちらも意外ですね、カラスコ。めちゃくちゃいいです、めちゃくちゃ強いです。まあさっきのアセンシオも強いんですけど、カラスコこれめちゃくちゃ強いですよ。やっぱり何がいいってこのリクパレートドリブルとゴトツの時のこのコルタドールロヒブランコ、これがめちゃくちゃ連発するんですよね。素晴らしく回復もするんですけども、シンプルにジョーカーなんでやっぱりドリブルが強いっていうところでちゃんと切り裂いてってくれて、ゴールも作っていってくれるというところがすごく気に入ってますね。あとはやはりジョーカーのサイドのアタッカーが出たというところで、サイドのアタッカーでドリブラーっていうのは今までもシンプルに強いんですよね。このどこだディマリアとか、はい、このディマリアとかめちゃめちゃ強いんですよ。はい、アタッカーでドリブラーでサイド、めちゃめちゃゴールを取ってくれる、まあ、ここ最高の組み合わせだと思うんですよね。それがですねこのカラスコも同じくドリブラー系統で、しかもアタッカーで、しかもサイドの選手、しかもジョーカーというところで、まあ申し分がない最高のジョーカーが出てきたなというふうに個人的には思っております。このカラスコはですね、まあ、当分運営さんも殺してこないと思うので、まあ、万が一ですよ、次多分カウンターの強い監督そのうち出るんですけど、出て誰何染めになったとしてもこのカラスコアタッカーがサイドで使えないなんて戦術はしてこないと思うんですよね。なんで長く息してくれるんじゃないかなというふうに個人的にも思っています。ちなみに運営さん、もし万が一次出す最強カウンターがカラスコが使えない、監督だったとしたら、これ大炎上すると思います。
うちもですね、もしそうなった時には、本当にそれに関しては許せないなってなって、荒れてしまうと思いますので、まあ多分そんなことはないと思いますので、かなり長生きするんじゃないかなというふうに思います。今この選手に関してもいろいろと試しているところで、ちょっと面白い、ステータスの組み合わせとかも今見つけてってるところですね。まあランク A のロングレンジドリブルがなんで乗ってるかっていうと、これはドリブルコンボの今検証をやってます。何と何をどういう風にやったらコンボのドリブルが連チャンでバンバン起きやすいかみたいなことをちょっと今試してるところなんですね。で、わざとランク A にしてるのは、リクパレートドリブルを先行で優先で発動、抽選にかけるためですね。これをやると、ごとつの時のコルタドールが最初の抽選にかかる、外れればリクパレートがかかる、外れればロングレンジっていう形になってくれるので、まあ、ここ S のロングレンジとか乗せちゃうと、リクパレートドリブルと 2V1 の抽選回になってしまうので、わざとランク A にして落として、リクパレートドリブルの発動率の方を少し上げてると。でこれで連チャン、まあロングレンジドリブルって運ぶドリブルなんで、ドリブルが例えばコルタドールとリクパレートだけだったら発動せずにっていうところを、まあロングレンジが発動してくれるところで、第2段階の連続発動っていうところに持っていくために、これをつけて今ちょっと検証している感じですね。これに関してもまた、動画まとめて、でき次第メンバーシップの方でお話していきたいなというふうに思っています。はい、ということで第2位が、カラスコですね。そして堂々の第1位、これは個人的には意外というか、ああそうかっていうところでした。ぶっちぎりめちゃくちゃ強いディオゴ・ジョッタ、はい、第1位です。ジョッタは強いです。はい、まあこれもですね、同じくサイドアタッカードリブラーっていうところで、しかもさ、ここシュートシュートスピードスピードドリブルドリブルっていうところで最強なんですよね。もうステータスぶりも最高で、さらにはアタッカーでサイドで、しかもジョーカー、しかもゴールハンター、まあ、活躍しないはずがないっていうような感じなんですが、まあ実際使ってみまして、想像以上に大活躍、やっぱりすごい。このサイドのこの組み合わせは素晴らしいですね。はい、というところで、まあかなり、気に入ってる、選手ですね、ジョッタ選手っていう感じで、このジョッタ選手もディマリアの交代要員なんですけど、まあディマリアがこのゲーム最強のドリブラーなんで、まあ前半だけもったいないなと思ってましたが、まあやっぱり、それと同系統でさらにジョーカーがついてるジョッタは、まあ、ちょっと止められないなっていうぐらいやばいですね。はい、ということで、今回この戦術別ガチャをやって5名の選手ですね、アセンシオ、バラン、ジョッタ、サビッチ、カラスコ、取って検証してきました。まあ実際に使った感じっていうのは、全然その選手を作る前のガチャの前の考察と違って、実際に初めて感じたこととか動き方だったりとか、組み合わせ、そのスキルの組み合わせだったりとかで大きく変わってきますので、まあ実際にですね、この使用した後のランキングっていうのを聞きたいという声も、以前からありましたので、ちょっと動画を出させていただきました。今回ポゼッションのスカウトはやっておりませんが、ポゼッションのスカウトでいうとニコラ・ペペは間違いなく強いと思います。今マルコ・アセンシオを同時でポゼッションの方のウィリアンの交代枠で使ってますけども、まあ間違いなくペペの方が活躍するのはもう目に見えてますね。はい、なんでこちらを作ってる方も十分活躍してくれてるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今回、この5名でランキング出しましたが、今やってて思いましたけど、今ジョーカーってどれぐらい出てるんですかね。10名ぐらい出てるんですかね。もうちょっと出てるのかな。まあちょっとですね、ジョーカー全員出しますか。ジョーカー全員のランキング出してみようかなと思いますね。うち多分ジョーカーで言うと、その古いところのヨビッチとかは使ってませんけども、それ以外のところで言うと、あとはシレセンかとかは使ってませんけど、それ以外のところだと今回出てるモラタとか、あとあれだ、ロチェルソとか、インシーニエとか、全部、現在、スタメンじゃないや、現在レギュラーとして、レギュラーというか何ですか、その交代要員としてガチで使ってるんで、まあ、ちょっとそのジョーカーだけのランキングっていうのをこの後出してみようかなとも思いますね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。